ハウテレビがお届けします社長室101。今回は佐賀県佐賀市に来ています。今日はですね、佐賀市で唯一の鋳物工場をお尋ねしていまして、佐賀鋳物株式会社さんという企業さんをお尋ねしています。佐賀市といえば、幕末の頃他藩に先駆けて、反射炉を建設し、鉄製の大砲をですね鋳造するといった技術を開発してきた都市でも知られているんですけれども、その鋳造の技術を使って80年以上にわたって社会に貢献してきた会社です。今日はその5代目社長を務める森弘重社長に会社の生い立ちや社長ご就任後のブレイクスルーなど伺いたいと思います。それではご紹介いたします。森社長です。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはですね、改めて会社の概要、ビジネスモデルからですね、聞かせてください。はい。ですね、我が社は創業が1936年ですから、今年で84年目に入ります。 100% 受注でですね、いわゆる下請けで、はい、作っているものは、はい、先鉄鋳物の製品のですね、はい、白用品といって船舶関連のものが約 50%、はい、それから、安川電機さんのロボットの部品ですね、これが2割ぐらい、それから残りがいろんな産業用機械のですね、はい、部品を製造しております。なるほど。鋳物に特化したものづくりの企業さんというか。そうですね、それしかできないというかですね。その業界外の方にですね、鋳物の仕組み、鋳造のこう仕組みというものをですね、こう分かりやすくご解説いただくとしたら、はい、どういうお話になりますか。鋳物というのはですね、要するに鋳型に金属を溶かして、まあ、金属でもいいし何でも物を、溶かしてですね、そして、型に流し込んで、製品を作るというやり方を鋳物というけれども、溶けたものを鋳というのは同じ、それを流し込んで作る鋳造、それからあとこう叩いて作る、またはギュッとこう圧力を加えて作る鍛造、それからね、あとは鉄板をこう溶接して作るような製管製法というね、まあ、大まかにこれぐらいのやり方があるけれども、鋳造が一番ね、製管、鋳造はいろんな複雑な形状のやつにもこう流し込んで作れるからコストも安くできるし、複雑な形状にも応えられるということで、それで結構ね、なくてはならない金属製品の製造方法の一つであるけれども、身の回りにもたくさんあるけれども、なかなかねこう皆さんこうこれが鋳物っていうのは分からないと思うんだけど、結構ね身の回りに多くあります。例えばどういうもの、鋳物っていう認識をこれからしたら一番身近なのはマンホールの蓋とか、あるいはもう鋳物模様がですね複雑な、あるいはもう佐賀にあるね日の出水道さんが日本でも一番大きいマンホールのメーカーですね、蓋のメーカーで、それからあとはいろんな橋の高欄というかね、ああいうものとか、それから車もね結構鋳物製品でできてますね今ね。車のパーツ、例えばブレーキのディスクとかシャーシーとか、そういうのも鋳物製品、もう歴史はもうメソポタミア文明以来というですね、もう数千年昔からその基本的な原理は変わってないという、西洋ではいろんな金属の遺品がですねこうまだ出てくるしですね、それから日本でも銅鐸とか、それから鏡ですね、銅鏡とか発掘されてですね出てきますね、それから奈良の大仏とか、ああいうのも鋳物ですね。大仏もこう鋳物で、あるいはずっと結構高いですから分けてね、ずっと金属を溶かして作ったと、お金も鋳物で作るから、その鋳物の技術を持っている人はね、朝廷から認められた人しかできなかった時代があって、そういうのをね、鋳文字というね、朝廷からそういうなんていうか免許みたいなのを持って作った時代もあったんですね。それからずっと歌って農機具を作ったりとか、それから、まあ、そういったのはね、どんどん広くなって、幕末には今度は大きい大砲を作るような、これはもうですね、鍋島藩がですね、全国に先駆けて反射炉を製造して、そして、幕府の、要請に応えて、大砲を収めたという歴史があります。
佐賀県内にもですね数社鋳物の企業さんがあると伺ったんですけれども、その中でも佐賀鋳物さん御社ならではのなんかこう強みだとかこう特徴というものはどういうところがあるんでしょうか。我が社は鋳物のですね、はい、作り方の中で手米鋳造といって、みんな手作業でこう、はい、人に手によってね、作ってます、はい、ですから、大量の注文には応えられないけれども少量多品種にね、応えられるという、はい、まあ、特徴があって、ですからいろんな、はい、まあ、小回りを聞かせてですね、いろんな注文にお答えしていると。例えば月に10個ぐらいしかいらないよというね、その代わり毎月とかいう、はい、そういうのに応えられるし、そうじゃない逆にね、自動機でたくさん作るところはもう毎日何十個何百個とね同じものを作らないと効率が上がらないとかね、そういうところがあって、そういう自動機があるところはね、じゃあ次これを作ってとか言った時にまたラインを組み替えたりとか、いろんなすぐにはなんていうかな小回りが効かなくてですね、だからうちも大量生産できないところはそういう設備のあるところに外注をしてお願いをすると、そういうお願いもすることもありますし、お互いにそういった特徴を生かせてですね、鋳物屋さん同士でそういった協業じゃないけども共同してやっています。